はい、今夜もマースのたわごとのお時間がやってまいりました。トークセッションの時間です。今日も早速お便りっていうかご質問の方からお読みしたいと思います。28歳の方ですね。マースさんが楽園についてお話しされていました。古代のこと、宇宙人のこと、古代の科学のこと、歴史、秘密、いろいろ知りたいです。それについてトークをお願いいたしますということなんですね。そうですね、まああまりまあその古代や過去のことについてまた神道というのかな、神様のみたいな、まあ、日本のいろんなこととか、なんとかの神とか、まあ、いろんなことがありますね。まあただまあ自分は若い頃からシディの世界、20歳ぐらいの時からまあそのことの中で暮らしましたんで、ね、やはり古代は霊的世界だったというふうに捉えてるんですね。現実でなかったと。だからだんだんまあ聖書でも言ってるように言葉とか、まあ、名称付け、意味付け、また自我、分離ですね。それによって、まあ、分子化した、まあ、非常にこう、なんていうのかな、物質化した、物質化現象。まあ、多分、1万年、2万年というあたりで、かなり半霊半物質化して、現代は完全に分子化しているというふうに見ています。まあ、ですからそのちょっとねアセンションとか次元上昇とかね、そういうふうに捉えてないんですね。この世界は未知で神秘で現実でない、まあ霊的世界であると。それがまあ言葉によって言霊的なものというのかな、その言霊と言っているニューエイジで言っている意味ではなくて、要はシディ的にですね、分子化されていくと、言葉によって。だから、まあ、現実的になっていくと言った方がいいでしょうかね。だから、変性意識が本来のリアリティなんだけれども、要は、まあ、顕在意識化していくというか、現実という感覚ですね。まあ、本当は物性が、まあ、創造の主体、神がの一体なる世界だと思っています。好物も花も鳥も全てが、水も、まあ、ありとあらゆるものが神の現れ、神の夢、創造の主体の夢だと自分は捉えてます。まあ、それが分子化されていって、まあ、素粒子だったものが分子化して物質化していった。まあだから夢であったものが、まあ、なんていうのかな、素粒子であったもの、要は波動であったもの、霊的なものだったものが物質化したというプラズマの世界ですね。要は、古代ではもう、そのシディが当たり前だった、プラズマが当たり前だった。まあだから夢ですから、テレポーテーションも反重力もタイムトラベルもありとあらゆることが自由に、霊的世界だったから、素粒子的世界だったから、プラズマ的世界だったから、全てが叶っていたというふうに歴史を見てます。それがだんだん言葉によって、また知識の果実によって現実化を帯びてきた。で、分離によって苦しんできた。まあ、
それが宇宙人であろうが地球的人間であろうが、みんなが物質化していくことで、分離していくことで、自我化していって苦しんできた、戦いの中に入っていった、喧嘩や争い、まあ、自己拡大、自己主張、自己のまた劣等や悲しみ、ありとあらゆる分離の苦しみに入っていった人類の悲しみを見てます。ですから、ニューエイジの方たちとの価値観はちょっと違うかもしれません。まあ、この世とまずそもそも思っていないんです。要は量子的世界、プラズマ的世界だった、まあ、科学も1万年ほど遡るとそうであったというふうに理解してます。まあ、今そのことを今アニメ化するために、プラズマの世界、素粒子の世界ですね、シディの世界、現在のと未来、過去の1万年前の半霊半物質化した世界を描いたアニメーションを今脚本みたいなのを書けと言われて書きました。そのうちそれがアニメになるかもしれませんが、自分はそういうふうにシディという世界の中にずっと若い頃いたので、やはりどうしてもなんて言うんでしょうか、現実でない世界、プラズマな世界、素粒子の世界っていうんでしょうかね、分子ではないっていうところにもう強く重きを置いて世界を見てます。だから分離をすることで世界は苦しくなるし、一体で神の夢であらゆるものが、鉱物だろうが、もう生命体であろうが、全てが一体物、神の現れ、創造の主体の分身、愛の現れ、美しさの現れだと思っています。それをそう思ってない人類が苦しんでる、そして自らを罰する、目覚めさせようとしてる、そういうふうに社会や世界を捉えてるんですね。だからあらゆるものが一体で、動物たちも人間が目覚めたら、その一体性に目覚めたら、争いもなく、要は木の実や楽園だった頃のように、食べ物も霊的な世界の時は食べ物もいらなかったと思いますが、果実とか木の実とか植物さんたちが与えてくれて、人間も歩く、動物も歩く植物だと捉えていいと思うんですね。腸が根っこですから、土を自分で作りながら動くことができる、あらゆるものが神の現れ、創造の主体の現れ、みんなが仲良しで一体だった世界が過去にあったと思います。今リリーが走ってます、近くを。今外に、おトイレに行ってきました。今走ってる、わリーすごいね、リリー走ってます。今室内を、リリーが尻尾がすごい勢いで振って、わーすごい、リリーが可愛いです。リリーリリー、みんなに挨拶する、リリー、ほら皆さんが、はあ、リリーおいで、リリー、はい、声出して、声出して、母の声聞こえるかな、皆さんに。すごい勢いで走ってます、リリーが。興奮しちゃってるね、リリー。今トイレから帰って、しじみがトイレから外でトイレ行って帰ってきたとこです。そういうふうに世界を捉えて、一体でそういう世界に戻っていくんじゃないかな、そういう世界に帰るんじゃないかなって、そんな素晴らしい世界が人類に待っているんじゃないか、みんなが一体で、神の現れで、神の愛の現れで、みんなが愛し合って、自らを罰することももうなく、
目覚めさせる必要もなく、自らにブレイクダウン、まあ、苦しみを与えて気づかせようとすることもなく、自らを罰することもない、罰を当てる必要のない世界がこれから来るんじゃないか。素粒子の世界、愛の世界、分子を超えた世界、要は顕在意識を超えた世界ですね。そういうふうに自分は感じています。素晴らしい世界がきっと来てほしい。皆さんも自分を罰することなく愛の中で暮らせるような世界になってほしい、そんなふうに思います。すべてマースのたわごとでした。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。追伸です。言い忘れたことがあります。若き日に与論島にリゾートを作った時、その前に東大の農学部の先生と仲良しで、その人の研究の賜物をブリシアに導入しました。まあそこからのことです。菌たちはこの世界で一番小さな生命のウイルスさんや、また細菌さんたち、みんな量子変換ができます。常温核融合ができます。プラズマの世界に生きています。それが世界を浄化したり、さまざまなことができます。そのことを先ほどお伝えできなかったので、でその細菌さんたちはみんなこの世界を素粒子の世界から分子の世界に、全く別のものに、全く違った異次元のものに作り変えることができます。動物さんたちが草しか食べないのに肉を作ったりできる、タンパク質も作れる、葉っぱしか食べてなくてもそうなるのはそのためです。それだけ少しだけお話ししておきます。それではマースのたわごとでした。